捕虜としてメリクリウスに収容されたジジル自身は尋問の最中、ミーナの真の素性を明らかにした。ミーナ・ザルムフォート、現在タントテンポとギャラルホルンの交渉において首席交渉官を務めるジルト・ザルムフォートの娘である。しかし彼女は数ヶ月前に発生した宇宙シャトルの爆破事故に巻き込まれ、その命が奪われたとの報道が出されている。我々はミーナ様にザルムフォート兵をお戻りいただき、ナジラ家が潔白であることを証明してもらいたいのだ。わかるように話せよ、おっさん。君には分かったはずだな、ゴーレン家のホルト。毎年開催されるビーンゴールブでの晩餐会、その警備の最中、お父上に連れられた幼い君を見かけたことがある。そうなのか、ボルコ。代々ナディラ家が独立管理してきた内部統制部隊、名はオレルス。その隊長がこの男、ジジル自身だ。内部統制、組織内専門の掃除屋といったところか。噂には聞いていたが、まさか実在したとは。待って、順を追って話しなさいよ。そのナディラ家っていうのは、ザルムフォート家同様、古くからセブンスターズの下でギャラルホルンを支えてきた名家です。だったというのが今では正確な表現。ナディラ家はアフリカンユニオンを束ねる中央会議との癒着が露見し、ギャラルホルン内部における権限を全て剥奪された。ナジラ島は監査局に拘束され、逃亡した時期投資のデイラ様は行方知らず。今我々の部隊はザルムフォート家の預かりになっている。半年前、アーブラウで起きたイズナリオ・ファリド港の不正事件以降、内部の引き締めは徹底されているだろうからな。なるほど、天下のギャラルホルン様は世論に対するご機嫌取りに必死ってわけだ。でも癒着があったのなら、ナディラ家の粛清は自業自得じゃない？いや、ナディラ公は不正を働くようなお方ではないのだよ。近年は跡取りに実権が移譲されていたと聞くが、デイラ様こそ癒着など考えられんお方だ。待てよ、そのナディラ家ってのとミーナに何の関係がある？ナディラ家の不正発覚のきっかけは例のシャトル事件。事件現場から回収されたミーナ様の服にナディラ家の不正を示すデータが残っていたのだ。不正に気づいたがゆえに口封じに殺されたって構図にも聞こえるな。もしくは誰かがそう見えるように仕向けたかね。結局ミーナとナディラ家の関係はどこにある？婚約者なのだよ、ミーナ様はデイラ様のな。ジジルの言葉を受けて傍聴に徹していたミーナ・セルリアンはミーナ・ザルムフォートとして彼らの前に姿を見せた。そしてジジルの語る内容が自分には遠く及ばない話であることを告げたとき、突然メリクリウスにメッセージが届けられた。はい、お久しぶり。あいつは、あのクソ女か。あなたたちは私に会いたくて会いたくて仕方がなかったでしょ。今日はとってもいい話を持ってきたの。ねえ、デイラ・ナディラの居場所に興味はない？
り合う線と線。あんたに会いに来たんだよ。あんた婚約者なんだろ。話を聞け。ミーナは死んだ。戯れ言を口にするな。生きてるから会いに来たんだろうが。ぶっ潰せ。グレモリーの名乗らぬ名物はこういうものだ。
Thank you.
Yeah.
しいんだよ。Yeah!